ひらひら。ひら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 。はい、どうも、こんにちは、マガレツです。今日なんですけれども、荒野行動をやっていこうと思うんですが、今回なんですけれども、街角インタビューやっていこうと思いまーす。ということで、まあ、荒野行動っていう、まあ、ゲーム、まあ、最近ね、僕も実況動画上げてるんですけれども、なかなかね、僕、荒野行動では、知名度っていうものがあまり、ない。マジで、ない。本当にないんだよ。だから、ちょっとね、野良マッチに何戦か入っていって、おい、ピポピポ言うな。知名度がないんで、ちょっと知名度インタビューしてみようかなと思います。ちょっと街角インタビューってね、ちょっと初めてなんですけど、まあ、やっぱりね、いつもまあメインでやってたのは PUBG モバイルっていうね、ゲームなんですけど、そっちだったらさすがにね、街角インタビューなんてしなくても、誰でも、分かっちゃうんじゃないかなんて思ってるんですけど、まあ、そうじゃなくてね、今回は荒野行動で、やっぱ知名度ね、どれぐらいあるのかっていうのをね、なんかこのひらひら、いいね。わ、来た。ちょっと待って、左上見てください。パブジのマガ、2番さん、マリリンさん、このさん、3番さんですね。ちょっと聞いてみるか。あ、聞こえますか？ボイスチャットってできます？すいません、僕のこと知ってますか？ボイスチャットってできないでしょうか？あ、僕のこと知らないですか？2番さん。知らない。僕、有名実況者なんですけど、知らないですか？僕のこと。じゃ、全く知らないということで。なるほど。ちょっとポーチャーできないですか？一回でいいから。一回しよう。一回だけ。マジで？ダメなんかい！俺のこと知らないの？さっきの人知らなかったっすね。結局、あの試合負けてしまって、ひらひら。クンニータケノコさん。また変な名前のやつがいるな。女子力さんとワタさんということで、ちょっと喋ってみましょう。あ、聞こえますか？誰かボイスチャットってできますか？おーい。聞こえてる？聞こえてたらさ、返事して。聞こえる？おい、クンニー、タケノコ、聞こえるか？こいつ聞こえてねえな。誰も聞こえないですかこれ。すいません。僕有名実況者なんですけど、知ってますよ。僕有名実況者なんですけど。知ってますか僕のこと。知ってますか知ってたらちょっとクイックチャットでもいいんで、ボイスください。わかったとかさ。それ知ってるってことでいいの？俺のこと知ってるってことでいいの？ねえ。あ、知らん。何これ。何のシンクロ今の。何知ってたらジャンプして。ほんと知ってんのこっち。知ってんの女子力さん。マジで言ってんの本当に嘘でしょ絶対初期好きんだけど大丈夫なんか買った方がいいんじゃないボイチャしようよ。ねえ。俺がミュートしてたわ。あ、言ってんの誰女子力です。あ、女子力さんですか？はい。マジっすか？女子力ありそうな声ではないですけど大丈夫ですか？いや、あります。私のこと知ってます？なんか、わかります。なんかわかります。絶対知らないでしょ。聞いたことある声。なんでそんなガラガラ声なんですか？もともと。ああ、先駆けみたいな感じですか？いや、違います。生まれた時。あ、生まれた時から。なるほど。いや、生まれた時からその声っていうのは結構、ごっついですね。はい。きついな。荒野行動すげえな。きついな。キャラ濃いな、マジで。いや、とんでもないです。いつも違うゲームやってるもんで。いや、全然そんな、とんでもないですよ。PUBG。あ、マジっすか？マジでわかるんですか？マジか。登録者何人ぐらい？結構すごい。一応まあ、160万人ぐらいいるんですけど。えぐ。まあ、そんぐらいはね。チャンネル登録よろしくお願いします。マガレツとね、調べていただけて、ね。やっぱりそうだ。聞いたことあると思った。あ、ほんとですか？あ、ほんとですか？あ、すげえ。あ、ほんとにわかる。ほんとにわかる。知らねえだろ、お前。いや、ほんとにもう。いや、ほんとに知ってます。ほんとに知ってます。ってことですよね。すごいっしょ。ええー。やっぱりね。ちなみに、荒野行動で一番好きな実況者とかっているんですか？マガレツ。ですよね、やっぱり。俺、今、街頭インタビューしてて、これ2戦目なんですけど、知ってる人いたんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよね。今って生配信とか、そういう感じ。あ、まあ一応収録してますね。そうなんですね。絡みましょう。ちょっとフレンド申請していただいて面白いんで、はい。あ、むっちゃやばいです。ありがとうございます。ちなみに、女子力さんっておいくつの方で？あ、私は15です。嘘つけ。声が酒焼けで、すごいよ。嘘つけ。でも結構やられてるっぽいっすよね。あ、モザです、モザです。あ、マジっすか？一人倒します。お、ナイスっす。死ね。ボット死ね。ナイス。いいっすね。結構倒すぞ。ボット狩りの、女子力ってあ、いや、荒野はボットいないっすよ。本当に？いないっす。ちょっと緊張しすぎて。あー、やっぱそうっすよね。あそこが。カチカチコチに遊んでる。私のタケノコ。それ3番さんだから。あなた4番さん。あ、3番。タケノコは3番さんだから。あ、まさかのタケノコシンクロしちゃった。
すいません、私のだけのことしんどい。よろしくお願いします。すいません。大丈夫ですか、ちょっと薬とかやってないですか、マジで。あ、本当に、10回ぐらいしかやってないです。ぜひとも、一発かまさせていただき、ゲイみたいな、ちょっと、ゲイみたいな、違いますよ。正直なところ、僕のこと知らない人ばっかりなのかなと思ったら、2戦目でちょっとこんなにあってね、僕も感動してるんで、ものすごく。ちょっと今見よう。今見ようって言ったよね。いや違います、言ってないです、言ってないです。え？何？ 16、 あーでも、なんかちょっと、何？160万、まあバレたけど、まあぼちぼち、うるせえわ。いやいや、それ失礼します。うるさいわ、そんなぼちぼちか。じゃあそこでちょっと、32歳、おしっこち。32歳の方なんですね。ああ、すいません、年齢いっちゃいやいや、大丈夫です、いやいや。これでピーピー流してください。いや、いらんでしょ、別に。別に、いらんでしょ。私の年齢、私、女子力高い。女性の方が結構好きで、そのイケボを探すためにこのゲームを入って。ああ、なるほどですね。人と出会うために。ちなみに出会えました？ 1 本、2本行きましたね。こうやってこんなにおかしい人しかいないの？私、影薄い方ですね。マジ？かなり。なんか茂みに隠れちゃいます、私なんて。これはネタ困んねえな、こうや。おもろいな、マジで。いやいやいや、痛い痛い痛い、ちょっと待って。なになになに、いるの？いや、なんか今当てられました、痛い。お尻の穴、ちょっと、すみません。梅干しって言っといた方がいいですか？あ、そうですね、梅干しって言っといてください。あ、わかりました。私の梅干し、ちょになってきます。梅干し反対いきまーす。ちょっと、守りましたよ。守りましたよ。ナイス。ドンカツしてちょっと動画化お願いします。ああ、了解です、了解です。ドンカツしなくても大体動画化になるんで、これ。こんな騒がしい人と当たるとは思ってなかったんで。ああ、よかったら一緒に。あとドッキングしません。ちょっと、ああ、俺ちょっと男性ちょっと無理なんですよね。あ、そうなんです。いや、ちょっときついんすね。あ、そんな最後に、ロッキーの歌流したいですね。あ、トゥトゥトゥ、あ、違うわ。あ、俺が思ってたのと違うわ。そっち？エイドリアンの方です、ね。あ、そっちですね。エイドリアン。あー、なるほどですね。世代を感じました。あ、世代がちょっと失礼でした。マキです。縁を任せないでくださいよ。え？これ敵じゃない？敵いるよ。お？降りたな。いや。降りたな。私たちの邪魔をするやつはマジ殺す。あ、いますね。頭当てましたよ、一発。女子力さん、いいっすね。あ、大丈夫です、今、泳いでる。オッケー、それ、自慢しよう、ちょっと。本当に。さっき、俺、ちさんとやれたって。知って、マジレスじゃねえ。マカレツな。知らないじゃん。ちゃんと、知ってます。で、大丈夫、最後の最後に俺、ロビーで知ってるって、ちゃんと聞くよ。知ってるかどうか、確認するよ、最後に。いや、でも、あと6人っすよ。これ、いけるんじゃない、マジで。あ、いるわ、正面195。これ、塀の裏、あ、でも、スイミングしてくると思ってないんかな。やりたいっすよね。あ、いるわ、いるいる。やったやったやった。うわぁ、かっこいい。奥ですね、正面195、南。OK、ナイス。うわぁ、かっこいい。ちょっとすいません、もうあと一人なんで、もう私たちの勝ちです。おぉ、ナイス、やったじゃないですか。もう勝ちましたね、これ。ちょっと、舐めさせて。舐めちゃダメ、舐めちゃダメ。これは勝ったなぁ。やば、荒れてるわ。いや、やばい、竹野さん、大丈夫。大丈夫かな。カウンセリングしますんで、こっち来てください。カウンセリングするんで、こっち来てください。施術してあげて。竹中さん、こっち来なさい。カウンセリングします。行くんかい。ちょ、なんか撃たれてない、大丈夫？ねえ、なんか撃たれてない？え、なに？何やってんの？何やってんの？何やってんの？え、いるのこれ？え、マジで？いるのこれ？症状が出てる。症状が出てる。え、みんな3人ともやばくて、見えない何か。プレデーター、これ何？ え、最後の一人これ、もしかして。え、竹の子さん、何やってんの？大丈夫？いるの？ここに。え、見えるの？え、何？薬やってんじゃない？この人やってるかもしれない。やってねって言ってる、やってねって言ってる。え、話すなよ。ほんと？いないよ、だって。痛い痛い、やめて、竹の子。なんか馬の顔が今、上下にカーンってなってる気がしたんですけど。ちょっと待って、ロッキー流さないといけないから、ちょっと本当にロッキーないと。え、でもそこにいるんであれば、多分アンチガリ死ぬ判定なんないかな。なんないのかな。血が出てたから。え、荒野の闇なんだけど。え、大丈夫かな。いるよ。いや、本当ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。いやいや、とんでもないっすよ。僕のこと知ってます？はい、あ、わかります。マグレツさん知らねえ。